こんにちは、ゆるさまです。じゃあ今日も3分プランク頑張っていきたいと思います。よろしくお願いします。スイッチオン。よいしょ。はい、今日は喋るテーマを考えてきちゃいました。ちょっと前にですね、トークイベントでちょっと喋らせてもらった、あ、トークイベントじゃないか。アコースティックイベントでね、ちょっと喋らせてもらって、ちょっと僕の中でちゃんと説明しきれなかったなと思った内容があったんで、それをあえてこの場でちょっと話させていただこうかと。最近起こった話なんです。起こった話、まあね、ちゃんと実名と、企業名は当然のことながら控えさせていただきますけれども、平たく言うとですね、いついつに、振り込めますよって言われたお金が、そのいついつの日にちゃんと振り込まれてなかったっていう話なんですよね。まあ当然だからこっちは聞くわけですよ。あれ、いついつに振り込まれるって聞いてましたけどつって、担当の人にね、聞いたら、あれちょっと経理の者に確認してみますみたいな話になって、まあ確認してもらったところ、すいません、1ヶ月間違えてましたみたいな、まあその時点でちょっとどうやねんっていう、話になるんですけども、まあまあまあ人間間違いはあるでしょうと思って1ヶ月結局待ったわけですよ。本来ならばですよ、ここで話詰めれるっちゃ詰めれるんですよ。1ヶ月その間違えたその人のミスなんで、じゃああなたが立て替えてその分僕に払っといてくださいよって話できなくはないんですけど、まあまあまあそこはね、いろんな付き合いありますから、ぐっとこらえて1ヶ月待ちました。そして1ヶ月後の、その日にさあ振り込まれるかなと、まだ振り込まれてないんですよ。おやと思って、また連絡しますよね。それとまた、すいません、経理の者に確認しますと、いう話だったんですよ。すいません、ちょっと経理の者が今なんかいなくてか、ちょっと連絡がつかなくてみたいな話あって、いや待てよと思っておかしいやんかって、もう経理のものとか言われても、いやあなたが来月っつって、あなたのメッセージで1ヶ月遅れとるのに、さらにちょっと担当のものの連絡がつかないんだみたいなんで、いやそんな逃げ方あると思って、いやじゃあ僕が直接経理の方に連絡してもいいですかっつって言ったんですよ。まあ、いいですって言うん でただ連絡先が、経理の個人の連絡先わかんないって言うんで、じゃあいいです、僕自分で調べて書けますんでつって自分で調べて直接の経理の方のところに書けたんですよね。それとまた案の定ですよ、そこに書けたら書けたでまた担当の方がいなくてって言われて、ただ、直接ここに書けられてきても困りますみたいな話言われて、それもまたちょっとカチンときて、いや違うんですよ、僕はちゃんと僕の担当の人に電話して、もう直接こっちに言いますねって言って、その了承を得てここにかけてるんですよつって、あーじゃあ分かりました、じゃあ、1時間後に、今会議に出てますので1時間後に折り返しますって言われて、1時間待つでしょ、かかってこないんですよ折り返しが。おかしくないですか。しゃあないからまたこっちからかけるんですよ。どうぞこういう話の流れがありまして折り返しいただけると聞いたんですけれども、電話いただけないんですけれども、どうなってるんですか。ほんなら向こうちょっとめんどくさがりなんですよ。いやそんなこと言われてもなんかまだいないんでみたいなこと言い出して、待てよと、ねってもう一回事情説明しますけれども、こっちはいついつにお金振り込んでもらえるっていう話が、振り込まれてないっていう話の上で言ってきて、あ、そっちが振り込んでないんですよ、お金の話してるんですよこれ。いやじゃああなた仕事何のためにしてますか。当然お金もらうためにやってるんですよね。そのお金が期日に振り込まれてないって結構大事な話ですよって。それはなんか誰々がいないからちょっと待ってください、折り返しもできません。わけわからんやん。やっぱりなんて言ったら、間にいっぱい人が入るとその人の直接の熱がやっぱ伝わらないんですよ。熱量がこっちの、こっちはこういう気持ちなんですよっていうのが伝わらないんですよね。うわすげえ、怒りすぎてもうこれ4分いってまうわ。人間怒りのパワーは恐ろしいぞ。お金早く振り込んでくださいね。いや、そんなに4分までやればよかった。